仙台市教育委員会は仙台市上杉分庁舎に拠点を置く仙台市の組織。仙台市内の教育に関連した調査などを行う行政委員会である。組織は総務企画部、学校教育部、生涯学習部など分かれており、業務によって課などに分けられている。教育委員会会議の開催のほか、いじめへの対策として意識調査を実施。 さらに学校の合併や新設などを行っている。本市教育委員会の事務局機能を担う仙台市教育委員会事務局は市教育局に内包されている形をとっている。市内の各小学校、中学校を管轄しているが、このほか仙台市立仙台清涼中等教育学校、仙台市立鶴谷特別支援学校、仙台市立仙台高等学校、 仙台市立仙台商業高等学校、仙台市立仙台工業高等学校、仙台市立仙台大使高等学校など、中等教育学校、高等学校、特別支援学校なども、宮城県ではなく、仙台市で管轄している学校をいくつか抱えている。2004年から管轄する小学校、中学校へ、教員補助の大学生ボランティアを派遣する。 学生サポートスタッフ事業を行っている。派遣されるのは宮城教育大学など教員を目指す学生だけでなく、仙台大学の学生を部活動の補助へ派遣することもある。仙台市では2014年、2016年といじめ自殺事件が続いていたが、2017年4月26日にも中学2年生男子の飛び降り自殺があり、 仙台市教育委員会のいじめに対しての対応が批判されている。また、仙台市長は全教育長であり、現教育長在任中に3回の自殺があるという異常な状況にある。大学生、教員、子供に、果実派遣事業10年科北新報 http コロンスラッシュスラッシュ www.media-japan.info スラッシュ。 p イコール 4318https コロンスラッシュスラッシュ w w w n i s h i n i p p o n c o j p スラッシュ nnp スラッシュナショナルスラッシュアーティクルスラッシュ 325122http コロンスラッシスラッシ OX-TV.JP スラッシュ NC スラッシュ,ュ,ュ,ュ SMP スラッシュアーティクルドット ASPXT イコール2017万 206& 補償イコール33ありがとうございます